藤野光一は、新潟県水原町出身の日本の作曲家、編曲家、指揮者、音楽プロデューサー。東京音楽大学音楽学部器学科卒業。在学中トランペットを、金石幸雄に、家政学を池部新一郎に、作曲と飲酒を細野家にそれぞれ支持する。卒業後作編曲家、キーボード奏者として、プロ活動を始める。 1982年より中森明菜コンサートの音楽監督を7年間に渡って務める傍ら NHK のレッツゴーヤング、ザッツミュージック、愉快にオンステージ、アイドルオンステージ、紅白歌合戦など数多くの音楽番組のレギュラースタッフとして作編曲、アレンジ活動をする。1997年11月、神奈川フィルハーモニー還元楽団。 音楽のちづくりコンサートでオーケストラ指揮者デビュー。2002年より、同楽団ポップスオーケストラ音楽監督。1996年8月より、日本作編曲家協会理事。1998年4月より、日本音楽作家団体協議会マルチメディア、放送問題対策委員会委員。2014年1月より、東京構成ウィンドーオーケストラミュージックアドバイザー。 NHK 昼時日本列島、コメディを、江戸でござる、青春のポップス、ワクワク動物園、日本人の質問、クイズ100点満点、イブニングネットワーク、ときめき火曜ライブ、発芽スタジオ、キンちゃんとみんなで喋って笑って、ヒットステージ、ハイビジョンときめきワイド、96から97年、紅白歌合戦オープニング、日活サテライト TV、猫ステーションコール多,多数、 小竹映画、岸和田少年グレンタイ、サスライのトラブルバスター日活映画、金婚巻、タイムアバンチュール、絶頂5秒前、マダムヤン、絶頂愛、シネカノン制作、東宝映画、喉自慢、ビッグショー。ハワイに歌えば、バンダイビジュアルアニメ、炎のラビリンス、角川映画、ヒーローショー東映制作映画、不夜城より、ビデオシネマ、危ない話。 部屋とワイシャツと私たた多数、日本テレビ、夏木静子サスペンス、刑事さん花山大吉リメイク版ほか TBS、京都府警刑事さん京都貴船連続殺人ほか富士テレビ、アニメドラゴンリーグ、釣りデか事件ボタテレビ朝日、京都始末屋事件ファイル、殿様風雷棒隠れ旅土曜ワイド劇場、富士山独殺人事件た多,多数テレビ東京、プレイガール92、 ありがとうございます。